はい、皆さんこんばんは。さあ今回も口裂け女やっていきましょう。さあ地下の鍵を開けるべく上の階頭の後ろというメモを見ましたと。音がするね。上の階きしむ音だったね。頭の後ろとは、頭の後ろ、鍵がかかっているぞ。鬼神だな。頭の後ろ、頭、なんか人形とかあったかな。調べられるのかこういうのも、一個一個ね。誰かいる、いる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 。足音が聞こえんぞ。あれ今聞こえたんだけどな。聞こえたよね今ね。やばい、演技はちょっとほんと笑っちゃうけど。何これ巻き、まあ、演技は笑っちゃう。頭の人ってこういうやつ、あ、絵は調べないのか。演技は笑っちゃうけど雰囲気は本当になかなか怖いね。これもなんかどうぞ。あ、これかな、これだ。いきなり見つけた、ラッキー。隠し部屋か。はいはいはい。ドアの鍵、どこの鍵なんだろうね。で、斧もあるよ。あ、斧ももらえるの、役に立つする。あ、もらっていこう。やった。戦いますね。ウォーキートーキー。ウォーキートーキー？何それ。斧、役に立つツール。ドアロックを解除できます。上の階に頭の後ろ。まあ、合ってましたね。あ、でも、タスクは出ねえのか。あ、びっくりした。無線を直したぞ。歩いてるのが聞こえるが、鍵を探してるのか。よく聞こえたね。何を言ってるんだ。俺は2階にいて、今鍵を取ったところだぞ。あ、あった、誰かが聞こえるぞ。誰かが聞こえる。地下を歩く音だ。早くこっちに来て助けてくれ。連れ出してください。どうやら地下を歩き回ってる足音が聞こえる。さっきのストレンジガールかな、ストレンジウーマンか。まあ変な女ですね。面白い女です。ストレンジウーマン、地下の鍵をゲットしたのかな。じゃあ私がこの手に入れた斧で口裂け女を、口だけではなくいろんなものを裂けさせてあげましょう。いろんなものを裂けさせてやる。口裂け、なに、な、あ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 、ちょっと待って、スペース。お、わ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 、え、大丈夫これ、今やられた。え、襲ってくる。回復した方がいい。あ、使えた。回復した、したよ、今。え、ダメージとか受けんのか。え、結構ガッツリ出てくるんだね、普通に。そして答えたんだ。はい。あ、ノーって言っちゃったのか。私はイエスノーと言った。だってどっちなんだよ。あ、使えない。え、待って、使えない。セージ？こっちの鍵か、それともこっちだ。あの、私綺麗って言った時に、あの、私はイエスって言ったの。イエスイエスイエスと、みんな綺麗だよって。だけどノーと言っちゃったんだ。ダメなんだよ。彼女はここにいる。これは夢なんかじゃない。ささやき声、足音が聞こえる。こっちに来るぞ。なんて答えればいいんだ。はい、それともいいえ。あ、回復ある。セージ？セージ？そして答えたんだ。セージ？何回同じこと言うんだ。
暗くてよく見ないけどクラクラしてる。ああ引き出せた、やべえ。あれハサミだっけ武器って、シザーマンみたいにハサミで刺してくんだっけ。シザーマン口が裂けられちゃうのか、裂けさせられちゃうんだ。セージ、え、これ俺積んだかも。セージー、セージー、セージ、なんか、うん、名前の割にはディスクのロックを解除できるキーだって。スモールキー、いや、こっから戻んの嫌だな。この隙間は何、こっち側は何なの。これかわすよ、まあ、とりあえずディスクは、1階のあれか、書斎みたいなとこあったよね。これステルスゲームなの、それとも一応スプリントがあるんだけど逃げ回るゲームなのか、一応警戒しながら行くか。逃げ、ひっぴり腰で、ひっぴり腰、あ、セーブ入った。セーブなのか、あ、じゃあタスク出なくなっちゃったんだよね。開かないな、開くな、同時に開く仕組み？開いたな。ドアロックのキー。2階の奥がまだ、行ってないよね。生き延びる方法を見つけた。私が、の理論が正しければ、犠牲者の血を使って攻撃すると、彼女は地獄に送り返されるはずだ。でもそんな無理だ。犠牲者なんてどこにあるんだ。時間がない。絶望的だ。タスク出なくなっちゃった。犠牲者の血ってことは、セイジの血をこの斧にくっつけて血塗られた斧を作ってあいつをぶん殴ればいいんですね。わかりました。そうとわかれば早速行こう。やつを倒せばいいんだな。今宵の拙者のエクスカリバーが血を求めておる。拙者のエクスカリバーって、お前のはせいぜいそのダガーナイフだよ。失礼なこと言うね。長さとかね、そういったことを言ってる、いいんじゃない。なんかやばそうだな、向こう。なんかいそうだな。いるな、いるな。待ってくれ、対話する。これをどうすんだ、これをどうすんだ。おー、捕まえた。ノー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 。この後どうすればいいんだ。一旦逃げよう、一旦逃げよう。捕まえた。ちょっと待ってくれ。あいつ片言だぞ。とりあえず、ドアロックキーを手に入れたので、血塗られたこのつまみれの道具は手に入った。でもこれ儀式なのか、その場でこう使って殴れるわけではない。イベントを起こさなきゃいけないっぽいね。なんともならない。武士道と見つけたり、武士道と見つけたり、違う、死ぬことと見つけたりか。なんだこれ、うわ、謎だ、謎あるよ。なんでブラウン管テレビがある家で普通の薄型テレビ、しかもこれゲーミング用のこのあれじゃないですか、湾曲モニター。ゴブリンたちはこの絵をとても気に入っているようだ。ゴブリンたちはこの絵、ああゴブリンのドキュメント追加。ゴブリンたち、あのゴブリンたちはこの絵を気に入っている。じゃめっちゃ見えない、光っちゃって見えない。なんだろう、火が、下から火が来てて上には黒い雲、鳥が3匹。ここが開きそうだな。この謎を解かなきゃいけないのか。色は
まあ色分けされてっかなこれ。赤緑、あ、じゃあそういうことじゃないのか。はいはいはい、そういうことね。まあだからちょいと分かりづらいけど色分けされてんじゃないかな。同じような色で、構成すればいいんじゃないかな。上3つ緑だよね。だから青いところを2にすればいいのか。青青、いやー分かりづらいな、ちょっと分かりづらいな。まずこれとこれとこれは違う。これ青か。ははは、なんだなんだなんだ、どういうことどういうこと、ど、待って、どういうこと。俺成功したの今俺。正解だった？え、なんだあれ？聖司？聖司？お前生きてたのかお前。あ、開かない。あ、あ、あっち、あっちにもあるか。扉が増えた。聖司？キーパーみたいなポーズしてんな。開かない。聖司の横行ったり来たり。ん？あ、これはボルトカッターじゃないですか。必殺技ボルトカッター。あ、正解だったの俺。なんか適当にやったんだけど、お前な、なんなの。これね、下が、あ、ほら下が火で赤で真ん中が緑でしょ。で、青空に真ん中に黒いこの雲が一個あるみたいなにしようとしたんだけど、当たってたみたいですね。当たったわ。当たったボルトカッターいらなくねこれ。これ超えればよくね普通に。これ体力持たないんじゃないか。使っとくかね、使っとくか。矢に行くのか、本気ですか。何かないとダメなのかもしれん。ただでも血塗られたものは作ってあるので行ってみよう。戦うものは持ってます。多分これが最終決戦になるんだろうけど。あ、体力、体力来るし。これ体力ゲージかこの白いやつ。え？ちょっと抜け出すのはちょっときついかな。あそこに出口が見えるね。妙にグラフィックが綺麗なのも怖いところ。向こうに体力回復ある。体力がこんなにあるってことはずっと刺されるってことだよね。つまりそういうことだよね。じゃあやるしかねえ。下手に走ると全然ん？しゃがむなんてコマンドあったっけ。対話する。これ超えたら多分ゲームスタートだろうね。まずは回復を取りたいな。つか暗すぎる。 OK。 でメモを見よう。言い伝えでは彼女は死後もなお復讐、お復讐の炎を燃やし自爆霊になったと言います。標的を見つけると自分が美しいかどうかを尋ねます。いいえと答えた人は長いハサミで殺されます。はいと答えれば耳までざっくりと裂けた口をあらわにし、もう一度同じ質問を繰り返します。そこでもしいいえと答えれば武器を使って殺され、はいと答えれば彼女のそれと同じように口を引き裂かれます。だってどっちにしろ裂かれるか殺されるかですね。開いたな。ただあれ全開まで開けなきゃいけないのかな。ちょ、暗くて見えねえんだよな。これ追ってくるな。音が消えた。なぜ音が消えたんだ。音が消えた理由と行き止まりばっかりだな。
なぜ音が、カラスが。雨か。どんぐりころころどんぐりこ。怖いんだな。大変歌うんだろ。土壌が出てきて今日は。出てきて今日は。あなたは恐怖を和らげてくれる天才か。ん、何も来ないな。多分これじゃダメなんだな。こっち側もやんなきゃいけないのか。なるほど。いや、かなりこれでも怖いと思う、このゲーム。正直テケテケの時は笑っちゃったけど、かなり雰囲気怖いね。ずっと出てくるわけじゃないんだけど、タイミングがいい。タイミングが神、うわ細っ。これは神がかってる。ちょっと走らないでいようか。走っちゃうと多分、いざ逃げる時にスタミナがなくなっちゃう。この細い道を逃げない。まずそうだな。私はまだ綺麗。いたな。私はまだ綺麗。ここくぐれんじゃねえか。ハサミ持ってんな。くそー、そういうことか。うわっ、こっちから来やがった。うるさい。ダートレ、ロックされてる。開けられないな、開けられないな。まだこれやばい。一度回復しよう。開けられないな。あ、これ開けられないな。まずい、これ死ぬかも。ちょっと待って、引き、ディスクの引き出し。私はまだ綺麗。ディスクの引き出しってなんだ。そっちにディスクはあんのか。ちょっと待って、一旦戻るね。まさか戻ったりしないよね、屋敷まで。やーべ、死にたくねー、ここで。戻れないよね。ディスク、ディスク、ディスクの引き出しってこっちにディスクはなかったよね。ディスクはない。あそこでやっぱちょっと解除しなきゃダメか。え、こっから手届くじゃん。こっから手届くんじゃん。くそー、見られるとダメなんだな、やっぱりな。あっちをもっと探索しなきゃダメだな。でもあと多分2回刺されたら死んじゃうな。あの下、くっそー、走っても足押せんだよな。あんまり振り切れないんだよね。どこか鍵で開けるとこあったか。やべべべべべ、あばばば、そっち側見たいんだよね。ちょっとそっち側見たいな。私はまだ綺麗。どうなってんのかそっち側から見てみたい。この辺に机、これか。オープン。これ OK。 こいつを持って
あの女はこっち側に寄せなきゃダメだな。おい、こっち来い。こっちに十分引きつけてからじゃないと死ぬかも。十分引きつけてからじゃないと。なんか今あったな。これなんだ、これ収集品か。もう一回ラスト一回何かあるんだよな。耐えられるか。いや、もし死んだとしても今のデータを、データじゃない、今の経験を生かして、でもできれば一発でクリアして。いいね、いいね、この緊張感いいよ。ゾクゾクする。スリルを、我々はスリルを求めているんだ。どう来るかな、正面から来るか。で、斧は持ってるけど多分イベントアイテムなんだろうな。とっさに使うのか。開かれてるタイミングでは使えはしないから振ったりはできない。ちょっとスタミナを温存しておこう。対話しよう。来た来た。さあどうする。私今綺麗でしょ。アイテムをしよう。お前はここで死ぬんだよ。やだ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 。そうだね、はいかいいえで第三の選択肢として倒すことができるんだね。やった、グッドエンディングだし。警備員と何度も連絡を取ろうとしたが、警察は和樹邸では何が起こったのか調査するために出動し、その夜屋敷で働いていた2人の警備員のうちに1人である坂東誠二が死亡し、あ、我々警備員だったんですね。4回以上刺され複数の骨折を負ったこともあり、戸田敏夫も意識不明の血を流していたことが判明した。秋夫か、ごめん、どうだ、秋夫は自分だね。隣の斧で、彼は尋問を受け、悪魔の口酒女が口酒女が、彼らを襲ったと主張し、警察は明らかに彼の話を交わず主要容疑者として、扱われた。検視の結果、坂東誠二の遺体の傷は斧から出せないかったため証拠不十分で釈放された。いやでもね、笑っちゃう演技だったしあれだけど、雰囲気はかなり怖かったと思うよ。今最後のところとか、出てくるんだか出てこないかのこの見極めが良かったと思う。ずっと徘徊してるよりもあの辺にバッと出てくる方が面白いので、まあ、ちょっとね、確かに雰囲気あるゲームだったと思います。はい、口裂け女でございました。お疲れ様でした。